吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今日はこのように雪が降り始めたところです。実際の方ではもっと大雪になるということでしたが、当初雨が降っておりまして、その後雪に変わってきました。でもだんだんとこの後雪が強くなってくると積雪をするということになるのではないか、そうしたことが懸念をされる今日ここ町田駅のちょうどカリオン広場という側になります。もう朝の通勤時間帯は終わってまして、皆さんの一家の姿は少ないんですが、この町のこれから今日明日と天候回復を願うところでありますが、果たしてどうなんでしょう。天気予報は見ないままやってきましたので、この後の計画はしていませんが、気温はこれからどんどん下がってきそうです。ということで積雪がこの天気予報でされているところですが、この人が転ばぬよう、車のまた事故が起きないように願うところです。どうぞ皆さん気をつけていってらっしゃい。吉田友でした。発見動画チャンネルの吉田友です。